はようございます、ひろとです。本日初日の8時起き朝ごはん生活なんですけども、さっき起きてちょっとシャワーだけ浴びまして8時15分でございます。これからまあ料理を作っていくんですけども、まず最初に言いたいのは、僕はものすごく料理が苦手だし嫌いだし下手です。本当に苦痛の1週間になると思うんですけど、とりあえずまあなんか作りやすいというか家にあったものから使って簡単なものを作っていきます。というわけで今回僕はこちらの具材を使って朝ごはんを作っていきます。ででーん、パンとツナ缶とハム、サンドイッチを作りたいと思います。まあ朝ごはんなんでね、そんな気合い入れなくてもと思うんですけど、まあ、この1週間のうちでね、こうだんだんと成長できたらいいなと思っています。まず食パンを2枚置いて、そこにツナ缶を絞って入れます。ドッドッド。そしてこちらのロースハム2枚ぐらい入れちゃおうかな。ここにマヨネーズを挟んでいきます。ツナマヨハムサンド、パンで挟む。これを包丁で切ります。ほんと料理ってね、めんどくさいしね、なんか覚えること多いしね、嫌いなんですよ僕は。はい、断面色悪っ。これで完成なんだけど。とりあえず食うか。2分で終わりました、今日の朝ごはん。別に全くふざけていません。これは僕の料理のスキルと向上心のなさが生まれた動画でございます。では食べていきたいと思います。いただきます。なんだかんだうまい。ツナ缶がうまい。焼いた方が良かったのかな。サンドイッチってあんま焼くとかないっすよね。そうだ、僕あのメインフェイズのリタ君に結婚祝いでホットサンドプレートもらったんすよ。あ、ホットサンドメーカー、ホットサンドメーカーを使ってやったらもうちょい朝ごはんっぽいものが作れる気がしますね。頑張ります。はい、ということで早速コンビニに行って今日の晩ご飯を食べていきたいと思います。今回食べていくおかずはこちら、ヤングドーナツ、オレオ、かば焼き、サンタロウ、わさびのり。ちゃいけねえのに、くそったねえ。後ろでね、コートガチャマが美味しくご飯を食べております。本日俺が食べるのはプルル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 うわ、腹たまんのほんまに。今の中高生が知らなそうな一発ギャグあります。3、2、1三平です。うわ絶対知らん。じゃあ続いてかば焼きさん太郎。かば焼きさん太郎肉っぽい。はい、続いてはヤングドーナツ。これ駄菓子屋さんで確か3、40円で売られてたんだよね。うん、いやでも多分最初の3日目とかまでは懐かしさにふけれると思うよ。ただ俺らって大体解散夜やから、駄菓子がねコンビニしかないよね。次はピッツのオレオ。オレオはよくねココアか牛乳でつけてよう食べてました。いや、これほど大食い企画を待ち望んだことねえよ。ダム付きの飛行機とか覚えてる。自分で組み立てられる超方形のやつで分かる。火薬ガンはしてるでしょ。何それ。マグナムとかでさ丸い火薬がいっぱい出てさ、何個かうわーだね。はい、ということで今日の晩ご飯終了でー。はい、ということでゲームなし1ヶ月生活の2日目です。ちょっと初日はね、ちょっと取れなくて、2日目からのシャッターんだけど、まず初日で思ったこと、マジでいることがない。本当になくて、で、ほんとすぐ寝ちゃったんだけど、今日2日目です。今ちょっと撮影が終わって、ご飯を食べようかなと思って、これと、豚混ぜそば。ということで、混ぜます。いや、ガチでやることね。いや、スイッチがあったらさ、スマブラだったりとかさ、多分やってたのよ。しかも別に夜遅くもやる、なく、ゲームがあったら寝坊するってもう思われるところまで来てしまったからね。残念だけどね。俺のせいだから。いや、いただきます。うまっ、うわ、これうまっ。これはぜひパテモス協会さん食べてもらいたい。今日はね、このご飯を食べ終わったらインスタライブをやろうと思ってます。今の時刻もう1時ぐらいなんだけど、やってお風呂入って寝ようかなと思ってる。いつもだったら家着くじゃん、手洗うじゃん、 PC つけてご飯食べるのよ。スイッチ一つで。次 PC がさ今はないと。スイッチ一つがもう恋しい。はい、ということで飯を食ってすぐ寝れなきゃ多分映画見たりするかなっていう感じでございます。はい、どうもおはようございます。3日目ですね。なんとかこれまで続いております。というわけで今日の食材はこちら、じゃーん。
まずこのホットサンドプレートを使おうと思います。そして食材は1日消費期限切れのパン、そして余ったハム、チーズ、シーチキン、こちらの冷蔵庫に余った食材でホットサンドをやっていきたいと思います。というわけでまずはパンにいろいろ具材を挟めていこうかなと思います。僕奥さんとね何度かホットサンドメーカー使ったんですけど、これ大体うまくなるんですよ。ツナを入れてチーズを入れる、そして余ったハムをぶち込む、ポンポン、マヨネーズをたっぷりと入れます、そして挟む、とりあえず種は完成です。というわけでここの調理がピカピカ光ってきたのでパンをセットします。はいはい、これを本気で締める、おーらよいしょ、はい締まりました。パンがちょっとねでかすぎてはみ出ちゃったけど、なんとかね抑えることができました。というわけなんでね、あとは待つだけです。 2,3 分だか5分だか忘れたけど、焦げない程度にね待って完成したのを食べていきたいと思います。はい、というわけでしばらく待ってね、ちょっといい匂いがしてきたんでね確認したいと思います。オープン、うわーうまそうです。よし食べていきたいと思います。はい、というわけで完成したホットサンドいただきます。うん、マヨの匂いが香ばしくてうまい。これマヨとツナ入れたから結局ツナマヨだ。ホットサンドメーカー最高でした。これ一枚食べたらお腹いっぱいになりますね。すぐ残りは後で食べます。それでは次の朝食でお会いしましょう。ピュン。はい、ということで次の日晩になってしまいました。意外とね気づいたのが、お菓子ってね腹持ちいいっすわ。腹持ちいいっていうか食べれんくなってしまう。だからようお母ちゃんとかがご飯前のにお菓子なんか食べなさんなって言うやん。理解ができたわ今。ってことなんで今日の番号紹介するぜ。昨日ねガチヤマとコモが後ろでペチャクチャペチャクチャいっぱい食べとって、それを見て肉が欲しいと今回駄菓子で合法的に肉を入手いたしました。それがこちらです。プルル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 ルパンポンシコーン、カルパス。こちらコンビニにある分だけ買ってまいりました。ヤッホー、オープンザデュア。わーいいな、あー肉だ。じゃあまず生でいただきます。肉だ、うめー。これをちょっとね俺はあることを考えたんですよ。これ火で炙っていきます。こんな感じです。いただきます。あー焼肉だ。待って、すげえ屋台の匂いする。いや、一個試す。え、すげえ、本当に見た目がさディズニーになってもおかしくないこれ。いや、ガチでこれやばいわ。え、これ反則やで。いや、何言ってんの、アレンジしてやすけど。待って、こんなんせんでもさ、フライパンで炒めたらいいんちゃう。いや、それ正解よ。これもしかして天才。じゃあ、火をつけていきます。オープンザドア、ファイア。口に入れた瞬間も風味は外でバーベキューしてる時に焼いてるソーセージで、食えば肉。いやーもうマジどうしよう、マジでどうしよう、やることない。なんか永遠に YouTube 見てインスタ見てツイッター見てるだけ。本当に俺ねやばいと思う、マジでこのままだとマジやばい。もうやることねえから寝るしかねえ。おはようございます。おはようございます。4日目の朝ですかね。今日は研修ということで芝袋家に集まっているので。寝てました。はい朝ごはんなんだけど、本当は家で鮭を焼こうと思ったの。あ、そうなの。鮭を焼いてお米とあと味噌汁と納豆とかを作ろうと思ってたんだけど、急遽ここに来たからどうしようと思って焼く前に鮭だけ持ってきましたそれがこちらです。じゃあこれしかないから俺の朝ごはんこれだけだね。あとインスタントラーメンあるよ。マジでインスタントラーメンと鮭の切り身します。じゃあ続いて僕、はい、本日はですね、はい、ダンタカタカタンタタン、麦茶か。こちらをこのご飯茶碗に、マジかお前さん、チョコやで。さらにアーモンドチョコレート。何するつもりよ。麦チョコで満パンになった上にさらにアーモンドチョコレートをかけて食べる。今日はチョコ尽くしということで。チョコレートってすごいエネルギーがあるんで、うん、これちょっと体力をつけてその意味も込めてチョコ丼っていうことで食べていきたいと思います。いや俺チョコ大好きやけどさすがに俺でもそれは言えよ。いや俺もちょっと引いてるはい、それでは鮭の切り身を焼いていきます。まずは火をつける、そして油をほんのちょこっとだけ投下、そして先ほどの鮭を、うわー、うわー
初めてのシャキ焼き。こういうところに汁もこぼす。おい、真っ黒焦げじゃん。それをお前が長すぎただけはお前のあれやろ。さじ加減。はい、塩コショウ。いくぜ。おい、打点が高い。これ塩加減うまいよ。いや、もうやったんだよ。これ。おーいい、おーいい、すげえことなってる、すげえことなってる。はい、ということで、はい、早速ご飯食べていきましょう。食べていきましょう。いただきます。いただきます。うん、あんめ焼き鮭をいただきます。めっちゃうまそう。これやばい、塩コショウにしかやってないよね。超うまい。いきます。今の、小中学生が知らなそうな一発ギャグ。ポンポンスパポン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 スパポンバカテンポン。はい、決まった。早く食ってくれ。はい、ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでーす。ということで、4日目でございます。で、今日はちょっとあるね、人たちとのコラボがあって、コラボ動画でビレバンに行ったんですね。で、ビレバンでちょっとね、プライベートな買い物もしてきたんで、ちょっとそれを紹介する。まず一つ目、マスク。ユニクロのね、マスクね、買ってもね、すぐなくしちゃうから、もうこういう1枚タイプのマスクにしようと思って。次、なんかケイスケが美味しそうに持ってたから俺も買いました。アボカドのなんかチップスみたいな。そして次、これトッポギラーメンみたいなやつ。携帯カバー、携帯リングで、ヤドンのシール、あと遅刻常習犯のステッカー、あとなんかこれなんかよくわかんないけど、ケイスキがこれ買ってみるって言って、ちょっと何よくわかんないんだけど、商品が何なのかは。飲み物かな、わかんないけど、これ買えって言うと買いました。で、相変わらずやることはないです。ということで、このどっちかを食べて風呂入ろうかな。以上です。皆さん、おはようございます。5日目でございます。今日は撮影なんですけど、集合が昼だったので、ちょっと早めに準備をして、準備万端。早速朝ごはんの方作っていきたいと思います。というわけで、本日の食材はこちら。ほんだしたくあん、明太子ご飯。今日はこの食材を使ってお茶漬けを作りたいと思います。というのもですね、もうレパートリーがもうほんとだんだんなくなってきちゃいまして、で、まあお茶漬けにたどり着いたわけなんですけども、お茶漬けって結構なんていうんですか、パック元みたいなのあるじゃないですか。あれを使ったらまあ料理ではないと。僕は本だしとかその出汁をこう入れることによって自分の味を作り出すことができるっていうことは、つまり料理ということなんで、お茶漬けも料理です。では作っていきます。というわけで、まずはお湯を沸かします。お鍋でお湯を沸かしていきたいと思います。お湯を作ってる間に冷凍してたご飯をチンしていきます。次は大きめのお茶碗を用意。ここにご飯をぶち込みます。そしてこちらのご飯に、まずは明太子ドンドン、そしてたくあんドン、そして本だしをパラパラとかけます。おれおれおれ、あー、こんな感じに育て上がりました。そしてここにお湯をぶち込むだけ。滅びのバーストスリーム、シャ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 じゃーん。というわけで完成したのね。レッツ実食。はい、というわけで食べていくんですけども、一個具材を忘れてました。こちらの韓国海苔、これも入れてみたいんだけど、ちょっと一口そのまま食べてみようかな。いただきます。味しな。出汁って意味あんのかな。これちょっと味薄いんで韓国海苔を入れます。これでたっぷり味がつくはず。海苔入れたらめっちゃうまそうになりました。ほら、一気に。再度いただきます。味薄い。でもこう明太子とかを崩していただくことによって、うまい。もうこれ5日目になりましたけど、最初の頃は、最終日にはなんか3品ぐらいおかず作れるようになってるかと思ってました、正直。だけど無理ですね。朝そんなに時間使えないっす。もともと料理できないのに。でもね、こうやって自分で作ってるだけでも、僕の中ではだいぶ成長したと思います。ごちそうさまでした。あれもう何日目か忘れましたけど、あ、昼が来ました。めっちゃ巣だったんだけど。めっちゃ巣だった。あれ？ギシティなんて来ちゃって。うわ、なんかやだな。ギシにこびてる感じだって。やだな、めっちゃ。でも普通に来やすいんだよね。ということで、6日目。何の？ゲーム没収生活の。あ、そういうことで。そう。だから俺本当にやることがないからさ。いや、本当かわいそうだけど、まあ君がね。そうなのよ。やってしまったから。でも俺ね、君に偉いこと言えないから。俺もまた帰国しちゃうとこまでして。最近ないんだけど。あ、そうなんだ。最近だってエイペックスやってないもんね。エイペックスやってないね。ということで今日
は脇尾と遊んでいきたいと思います。遊ぶ？どういうこと？ちょっと待って、俺ゲームの代用品だと。いや言い方悪い。悪いね。そういうことじゃなくて。違うって。何とかさせられるかな俺。いやもう脇尾がいるだけでエペックス強いよ。え、わかんない、趣旨がわかんないの。だから俺本当にそのゲーム募集されてる時の1週間を撮りましょうっていう。あ、そういうこと。じゃあ遊んでいきまーす。はい、ということで手ぶれが多分すごいと思うんだけど、はい、すいません本当に iPhone なんで、はい、今脇尾とね駅に向かっておりますと。そっからねお買い物したいと思います。あ、お買い物するんだ。はい、全然聞いてないからね。そうですね、すいません。聞いてないから。寿司屋こんなさ田舎じゃないけどさ、田舎で老舗のさ、田舎とか言うの。老舗のさ寿司屋とかあるっていいっしょ。めちゃめちゃいい。たまにでいいんでしょ。でもたまにでこういう感覚は地元に帰った感覚。いいねいいね。ということで僕の動画映えする6日目でした。さようなら。皆さんおはようございます。ついに最終日でございます。いやマジで1週間きつかったっす。献立を考えるのが一番めんどくさかったっすね。それも今日で終わりです。そしてラストのメニューはじゃじゃーん、納豆とスパム。ドンキでスパムがあったんで最後はスパムで締めようと思いまして思わず買いました。スパムをね焼いてね食べていきたいと思います。ではまず納豆はそのまま食べるので捨て、続いてスパムを開封。はい、そして包丁で食べやすい大きさに切っていきます。せいや、続いてスパムを焼いていきます。両面いい感じに焼けてきました。いただきます。とうとう割れた。この1週間ねマジでね大変でした。今までね料理経験が少ない僕にとってはね地獄のような日々でしたね。うめ、納豆が一番うめ。もっスパムえぐ。あーでもやっとあるんだこの生活が。ありがとうございました。1週間最後ごちそうさまでした。はい、ということで今日で最終日ということで隣ではすっごい飯とろされております。これアナゴ天丼です。ずっと誘惑してくるんですよ。いいよ、おもっちゃん食べてみたいな。はい、ということで今日の僕のお昼ご飯こちらです。小池屋の海苔醤油味ポテトチップスです。俺のお昼ご飯これでーす。テンションドエレー。うわ、誰か会社の頼みあったね。一発目何これ。一発目俺できればステーキ食べた。はい、ということでごちそうさまでした。はい、ということで最終日でございますが、もう鬱陶しい。家の中が鬱陶しいって思うぐらいちょっとねもう疲れましたわ。ひたすら YouTube、TikTok、インスタ、Netflix を一生見てましたね。すごく疲れました。ということで寝てゲームを取り返したいと思います。チャー。はい、ということで1週間罰ゲーム生活今日で終了でございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。いやごめんなさい、鼻のない絵になってます。あ、生活が、はい、ゲームがないから。どうやった、きつかった？ガチできつかって、マジでやることないんよ。友達を呼ぼうにもいません、友達なんて。だから呼吸がなくなったみたいな。俺からしたらいつも手を洗って電源をつけて飯を食ってたわけ。もうゲームなんか死ぬやん。だからそうよ、病気だよ。だから手を組むやつだけど、ダイヤダイを目指してるエイペックスやってるやつとは別れろって言ってたから。マジでそうやで。だから仕事、彼女、エイペックス、こんなん3つ両立って無理。俺はねテレビ比べたらね楽だったかもしんない。ちゃんと8時に起きてた。起きてましたよ。起きたし朝ごはんもちゃんと作ったけど難しい料理は。じゃあこれ1週間ちゃんとやってたか成果見るためにサブで料理作ってもらいましょう。なるほどね。あ、でも前だったらめっちゃ嫌がってたやんか。でも俺レシピ見ながらこう作ってたから前ほど抵抗ないっす。得意料理何の？得意料理はアボカドサンド。あ、合ってない。マラソン島袋一番辛かったんじゃない？ねえ、まず一つ体に変化が起きました。まず体力が低下、あと体重が落ちました。パワーが出ないんですよ、ご飯を食べなかったら。常にね不服。こんなちっちゃいお菓子でも飽きても食べられへんねん。だからいつも小食になんねん。ほんまにねきつかったね。今一番食べたいもん何ですか？肉。ということでマシュマロクロも一週間お菓子生活を達成したので、まあ目の前にステーキ用意しております。おお、これを待ってました。食べてください。おわ、どれぐらいうまそうに見えてんのその肉。いやーもうねもうこれたまらんよ、この光り輝き。お菓子にはまずこの輝きはありませんから。いただきまーす。うわ、がっついた。うわ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 すぎるこれは。とってんねんから後で食べよ。あー惜しかったー。お疲れ様でした。よいしょー。じゃあもうハンクに約束通り遅刻なかったんでスイッチのみ。やったー、ありがとうございます。これでこれ何やってんだって。どうですか、そのゲーム機を。光る輝くスイッチ。スイッチ。僕にはご褒美ないっすか。明日オフなんで月に寝てください。うわ一万でご褒美。ということで僕ら3人は罰解除されますけど、また何かあればデボ警察出
出動いたしますので。はい、始まりました。でも俺らだけってなってるけど、うん、後ろも一緒よ。いや、そうや、まあ、そりゃそうよ。しかもなんか俺らなんかご褒美だねになってるけど、全然俺らは俺だったんだから。確かに、確かに、うん、謙虚にいかない。そうやね、すいません、こんないただいてぐらいの。確かに、あー、そうやね、本当にありがとうございます。変わった、変わったんじゃん。こういう変わり方がね、大事なの。もう本当だと破壊されて当然のことですから、返されただけありがたいと思います。じゃあ次寝坊したら破壊がダメです。ダメです。くれぐれも今後は気をつけるように。はい、お願いします。次した場合、アン君はデータ消します。データ消す、俺多分何十万か消してんねん。時代を変えるためにマッションやがよう、12345動画再生数急上昇、難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。